いんだけどさ、はい、まあ、今何歳？今二十歳です。でももともとそういう 介護とかそういう学校に行ってたの？全然行ってなくて、18からエステの仕事してて、うん、で 2年ぐらい仕事して、うん、去年の夏かに辞めて、うん、始めたって感じです。介護のお仕事。情報はどうやってしたの？普通に情報は友達が、うん、エリちゃん入ってたから、うん、普通にそのエステの仕事をしてる時にも一回一緒に遊んでるんですよ。なんかそういう仕事もあるんだなみたいな。なんか一個の介護の仕事だけで聞くと、うん、なんかあれじゃないですか、結構なんていうの、その施設の中とか入ったりとか、うんうんうん、一緒に出かけたりとかそういうのじゃないって思うから、だからあ、なんかそういう感じなんだなと思って、そっから、うん、仕事も辞めたかったから、うん、そういう仕事もその友達やってるから、あ、いいなって思って、うん、で、いろんな世界を見てみたかったんですよ、うん、いろんなことしたかったから、うん、あ、じゃあやってみようと思って、うん、もうとりあえず入ってみたって感じです。でも担当は一人じゃなくて いろんな4人今入ってる感じですね。介護のさ、はい、やり方って、まあ、抱っこの仕方とか、うんうんうん、もしかすると食べさせるとか、うん、他にそういうちょっとしたこと、まあ、トイレもやったことなーって。なんも研修があるの？そういうのってあないの？ほとんどなくて、でもエリちゃんが特殊かな。エリちゃんがやっぱこうやってコミュニケーションをちゃんと取れるから、うん、エリちゃん自体からのお願いが聞けるから、うん、最初の 2,3 時間だけその教えてもらって、大体の1日の流れとか教えてもらって、基本的にはエリちゃんと直接こうしたらいいとか、ああしたらいいとかやってって感じです。コミュニケーション取れない人に関しては、元入ってた人からこういう感じだよって、あ、そうです、教えてもらってやる。長くて2ヶ月とか一緒に入ってって、でその間教えてもらって、自分と利用者さんとのコミュニケーション取れたりとか、うん、教えてもらえたりしたら、うん、もう一人で入ってって、なんかそこの間にもなんかいろいろ研修も受けるんですけど、うんうん、その人その人で。じゃあ資格なくてもできるんだ。ある程度のなんか2日間だけ行くやつ。あ、重度訪問っていうサービスを使ってるから、うんうん、重度訪問なんとかなんとか研修っていうのが2日間ある、うん、あ、でもその授業を受けたらいいやつ、うん、そうなんだ。そう、本当にヘルパーさんっていうか足りてないの？全然足りてないね。足りてないし、うん、なんか 3K って言って、汚い、はいはい、賃金に低い、うん、もう一個なんとかっていうのがあるんだけど、はいはいはい、バンドマンとかに言われるやつ、ね、そう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 、絶対付き合っちゃいけない人 3B みたいなさ、うんうん、それが福祉が 3K なの。そう、その施設に入ってる介護士福祉士は、うん、まあ、安いって言うじゃない、労働的に。でもヘルパーの仕事はそんな安い？いや私は高いと思う訪問介護に限ってはちょっと値段が上がるかな。本当になんか思ってるような感じじゃない。逆に前の仕事、うんうんうん、の方が多分世間一般のイメージだとすごい綺麗でいい仕事って感じだと思うけど、逆、本当に本当に逆で、残業も別にないし、その普通に過ごしてればすごい良くしてもらえる。これって給料いっていいの？いいんじゃない？いいんじゃない？うん。じゃあ前のエステの時はどれくらい働いてな、だって言える？あ、いいです。自信ないかで、顔って分かんない。分かんない分かんない。結構ブラックで、うん、エステでも多分低い方って言われてたんですよ。へー。自分の本当の出勤時間の1時間前に到着、うんうん、そこから着替えて、うん、その日来るお客様のカルテチェックしたりとか、うんうん、いろいろ雑務をこなして出勤時間です、うんうん、今8時間ぐらい、うん、休憩もその日なかったりとかする日もあるから、うん、ご飯も食べれず、もう夜までさーって仕事こなして、うん、で夜もその時に上がれる時もあれば、うん、その
その日来たお客さんのコース内容だったりとか、いろいろやらなきゃいけないこと、書類にまとめなきゃいけないこととかもあるし、ジムとかもいろいろしなきゃいけないから、結局だいたい1時間ぐらいが残ったりとか、全部平均してそれ以上残ったりする日もあるから、平均して毎回前後1時間ずつぐらいは残って、でもつかないの、そこはもともと見込み残業って入ってるんですよ。はい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 。でも多分全然抜いてて、それより全然残ってるし、その時間にお客さんに入ってたら残業代つくんですけど、お客さん入ってないジムだけとかの時は入らないんですよ、残業代が出ない。へえ。だからそうするとでもそれ、そっちの方が多いんですよ、残業するのって。やんなきゃいけないこと多いから、だからそういういろいろもろもろ含めて多分21万とか2万が平均、いろいろ引かれても。週2休みなんで、週5働いて、午後朝から夜までギチギチに仕事して、でもノルマっていうか、いくら売り上げたらこれだけ入りますよっていう金額とかもあったりして、そういうなんかプレッシャー、もう月ごとだから、1ヶ月始まったら毎月ここまで、はい、頑張った。でも次の日から、はい、もう一回また1からスタートみたいな。そう、そのぐらいしんどくて、逆に言えば、この仕事はアルバイトみたいな感じだから、自分がこの日の何時から何時まで仕事したい、でその条件に合った利用者さん、入ったりとかして30万ちょっと。一応会社員なの？ヘルパーはバイトみたいな感じです。パート？バイトっていうの。じゃあでも社会保険的なものはないの？あります、あります、あります、全然。超いいじゃん。会社でいう契約社員みたいな、みたいな感じ。すごいね、本当に全然いいと。だって逆に、わがままを言えば、大切会場あるじゃないですか、それが例えばエリちゃんみたいに自分でこう座らせればできる人がいいってなったら、そういう風に自分がそういう人に入りたいですって言ったら、多分そっちも入れるんですよ、その人だけを。なるほどね。あ、そうか。じゃあそのトイレのあれはやっぱりどうしても難しいですって言えば、そう、なんかどうしても見れない人とかじゃないですか、血が見れない人とでも同じ感じで、そうなったらそういうトイレに座る異常の解除だけでっていうのもできると思う。私はまあヘルパーさん使わないからさ、周りの人の意見っていうか、そういう声しか分かんないとか、それでなんかヘルパーさんと合わないとかさ、みたいなとかさ、そういう人もいるんだよね、やっぱり。そういう人もいるかもしれないけど、自分はどうなんだって思う。確かにね。自分もなんかしてもらって当たり前とかさ、まあ確かにお仕事だよ、お仕事だからそれしてもらって当たり、してもらってか、もうやってもらって当たり前なんだろうけどさ、それでも人と人との関わりなんだからさ、そんな横柄な態度でやられたら、やっぱり人間だから嫌だよね、その、こっち側もあっち側もだけど、これは使っていいかどうかの判断はまこちゃんに任せるけど、そういう人がいるから、なんていうの、ヘルパーさんは障害者イコールこういう人って思っちゃって、やめようみたいになっちゃうっていう話は他のヘルパーさんから聞く。 NG 出せるよ、そんな入りたくないよって、ね、結構いい融通効くんだよね、本当に。その会社だけじゃないのかな、でもその所属してるさ場所にもよって違うのかな、それあるかもしれない、ね、あれ、甥、の友達もいる、そこ。そう、私の友達もね、今普通にお母さん東京でね、子供2人、小学生に余るから幼稚園の迎えとかよりもそんなバタバタしなくていいって、自分が専業主婦で時間余るからパート働きたいなみたいな感じであったの、でも小学校低学年だとさ、やっぱ帰ってくるのが早いんだよね、まだ2時とか3時とかだから、その時間帯が地味にないみたいな、ちょっとさヘルパーいないって言われてたからさ、時給これくらいらしいよって言ったら、めちゃめちゃいいじゃん、時給みたいな、で時間も融通聞くみたいだよっていうので、今もうやってるから、転職って言ってる。
すごい天使みたいな人だった。あれだけしか会ってないんだけど。なんかそういうでもさ、イメージ変えるっていうような発信もないよね。なんかないし、多分利用者それぞれだから。私もなんかそういう発信はしたいなって思うけど、うん、怖くてできないもん。あなただけでしょっていう、まあまあね、体験みたいなのできればいい。あんのかな、体験。あれ、あると思うの。やってみるよ、うん、まあ、ダメならダメでやめれば、やめればいいし、一回やってみるのもいいかもね。キャバクラの体験、そうそうそう、体験やればいいのになって思う。買いに行ってお金発生する、発生する。それいいじゃん、めっちゃくちゃ、ね、でもできると、もうなんかその最初同行するときに、うん、同行何回、2回とかやって、うん、無理ってなったら、うん、やっぱ無理でしたって言えば、多分そこで終わって、収入は安定しないけど、その自分に合った人が見つかるまでゆっくり探していくっていうのも多分できるから、いいと思うね、それでもね。なんか入る時間って人それぞれだけど、1時間とか2時間とか、短時間の、方が多分比較的多いから、どちらかというとその2時間時間の中で嫌なことされるってなかなかないじゃないですか。かその2時間でその人のことを知るって多分嫌な、その人の短所が見つかるまで仕事するってないから、そこまで何、人間性が見えるっていうか、ぶつかり合うほどのあれじゃない。だから主婦の人っていうのはおすすめしたいなって思う。逆に自分の時間に合って仕事できるし、そうそうそう、若い人、大学生とかいいんじゃない。それこそでも学生多かったかな。学生は講義室のさ休みに来れるじゃん。いやめっちゃいいじゃん。それその辺のバイトより絶対いいもん、ね、うん、いい、まあ確かにね、うん。そうかそうか、はい、ありがとうございます。どうぞ、時間がやばいね、そろそろ。あ、そうか。じゃあちょっと